ラシルフィードは1832年にフランスで上演されたバレエ作品、全二幕。シルフィードを演じたマリータリオには、柔らかいチュールを重ねた膝元丈のロマンティック父チュチュを身につけ、ポアントの技術を駆使して踊り、妖精の叙情的で幻想的な世界を表現して、センセーションを巻き起こすとともに、自身の名を不朽のものとした。ジゼル。 白鳥の湖と共に三大バレーブランの一つに数えられるロマンティックバレーの代表作である。初演は1832年3月12日、パリオペラ座。振り付けはマリー・タリオーニの父・フィリッポ・タリオーニ。音楽はジャン・マドレーヌ・シュナイツ・ホーファだったが、振り付けの継承は途絶えている。タリオーニ版を見たオーギュスト・ブルノンビルが、 自国デンマーク王立劇場での上演を希望するが、叶えられず、ヘルマン・フォン・ロビン・ショルドの音楽に新たに振り付けて1836年11月26日に、デンマーク王立バレエ団により上演した。これが、ブルノンビル版として今日まで継承され広く知られる。1972年、パリオペラ座で、ピエール・ラコットにより、タリオー2番を復元した。 このほか1946年上演のビクトルグゾフスキー版がある。第一幕スコットランドの農村、婚約者エフィとの結婚式を控えたジェームズの前にシルフィードが現れて魅惑的に踊り彼を魅了する。親戚や友人たちが祝福に訪れるが、エフィを愛するグエンは彼女を諦められない。占い師マジはエフィに幸福な結婚をするが、相手はジェームズではなく、 グエンであると告げ、怒ったジェームズによって追い出される。人々が、式の準備に出てジェームズが一人になると、再びシルフィードが現れ、結婚を知ると嘆き悲しみながら、愛を告白する。やがて結婚式が行われるが、シルフィードが指輪を奪い去り、ジェームズは彼女を追って森へ行く。第二幕ジェームズはシルフィードを追うが、触れようとするとすり抜けていくシルフィードに、思いが募り。 マッチに、それを肩にかけると飛べなくなるというショールをもらい受ける。しかしそれは、呪いのショールであり、そうと知らず、ジェームズがシルフィードの肩にかけると、背中の羽が落ちもがき苦しみ、シルフィードは愛に後悔はないと告げて死ぬ。そこへエフトグエンの結婚式の金が鳴り、すべてを失ったジェームズは嘆き生き耐える。ありがとうございます。